DMMORPG 仮想世界で現実にいるかのごとく遊べる体験型ゲームのことである。ユグドラシル、西暦2126年に発売されたそのタイトルは日本国内において爆発的な人気を博した。それから12年、ユグドラシルは最後の時を迎えようとしていた。NPC が会話をしている。チャットも GM コールも使わない。どういうことだ。各階層守護者、御身の前に平伏し立てまつる死の支配者、オーバーロードに栄光を。人を殺しても何も感じない。心までも人間をやめたということか。もう一度だけ村の者たちを守ってほしい。そこでおとなしく横になれ。せめてもの情けに苦痛なく殺してやる。この名はかつて知らぬ者がいないほど轟いていたのだがね。こいつが俺たちがチームを組んだ証なのは間違ってないんだしな。一人くらいならゆっくりと遊んでもいいんじゃない。少しだけ不快だな。剣で死ぬのも、へし折られて死ぬのも、潰れて死ぬのも大した違いはないだろ。同じ死だ。アインズウルゴーンに敗北はない。お前は私の前にひれ伏すのだ。知るがよ、お前の前にはアインズウルゴーン41人の力が集まっているということを。お前たちに厳命する。アインズウルゴーンを不変の伝説にせよ。コキュートス、リザードマンたちをお前が統治し、ナザリックへの忠誠心を植え付けよ。何が最もナザリックの利益につながるかを。俺たちは死ぬために戦うわけではない。勝つために戦うんだ。やばいな。進めよザリウス。見せしめか。話は終わりだ。では4時間後に。覚えておこう、お前たちという戦士のことは。愚かな行為です。これは呪いなんでしょうかね。なあ、俺たちは強いのか。そこから何かをつかみ取るかどうかはお前次第だ。俺は強くならなければならないのです。ラナー様をお守りするために。問題ない、一撃だ。私の幸せはセバス様と一緒のところにあります。私はお前より受けた借りをお前の姉に返そう。それぐらいにしていただきましょうか。皆さんが誰一人欠けることなく戻ってくることを神にお祈りしております。爪切りとしては合格みたいね。私の名はイビルアイ。お前たちを倒すものだ。それはよろしゅうございました。では本気で参ります。少しだけ楽しいな。なんというかリアルというのか、戦っているという気がする。お帰りなさいませ、アインツ様。我々の目的は帝国、王国、報告、対アインズウルゴーンのための大連合の設立だ。これは国家間の争いではない。人という種族の存続をかけた未来を守る戦いだ。私は弱者をいたぶるあいつらのようにはなりたくない。お前の選択はなったな。私はお前に死を運んできたものだ。ああ、村滅んでくれないかな。君たちの命に釣り合うだけの金を提示されたということか。よくわかった。フォーサイト最後の冒険になるかもしれないな。全て、そう、私の持つ全てを御身に支払います。喝采せよ、我が至高なる力に。喝采せよ。我が輩、恐怖光と申します。ナザリック地下大墳墓にいるアインズによろしくと言っていましたね。かかってこい人間ども。我が名は DSTZ 王国王国戦士長ガゼフ・ストーノーフ。何時に一騎打ちを申し込む。さようならだガゼフ・ストロノーフ。この剣がお前の、お前たちの首をはねると覚えておけ。
ついにナザリックが表に出る時が来た。私はここにアインズウルゴウン魔導国建国を宣言する。染めない夢